来月末に開業予定の日田彦山線 BRT 彦星ラインで昨日行われたファンウォーク開業後バス専用道路となる帽子山駅から筑前岩屋駅のおよそ6キロを歩くもので事前に申し込んだおよそ300人が参加しました開業前の専用道をゆっくりと歩けるのは今回が最後でこれまでは線路だった眼鏡橋の上から風景を楽しむなど 参加者は自然を感じながら思い思いに歩みを進めました。